待って待って待って、どこ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 、え、今固まったんだけど。ちょっと待って、割られた割られた割られた、絶対次周囲さんだよ、周囲さん、うえ、はい、どうもこんばんは、船です。今回はね、コンパスやっていこうと思いますが、ミクにジョパンニ入れてみました。ジョパンニっていうのは、あのカウンターで敵の背後に飛んで大ダメージってやつなんですけれども、まあ大ダメージは正直ね、ミクが与えてもってところあるんで、そうカウンターのねカードとして使っていきたいと思います。ついでにね、そのガンナーさんとかだったら後ろにポンって飛べるよみたいなねカードでございます。でやっていきましょう。あとは武術家があるんで、まあ二陣側取ってみましょう。でね、おそらくザックがねフルカノだから、もうカード4枚切って取っちゃおう。そしたらね、こうそこでカノに入れるけど、あ待って、飛ばされちゃったか。あ飛ばされたらよろしくないな。待って、アバカンでしょ、アバカンでしょ。あでも3点が取ってくれましたね、よかったよかった。痛いな痛いな。まあでもここで3点取ってくれたのはありがたいですね。あとはまちまち広げてくれればベストでございますね。じゃあここからは HS 貯めるように立ち回っていきましょう。 OK、 ナイスキルでございます。武術家もあるんでね、ある程度はね動けるでしょう。うん、ジョパンにもあるんでワープもできますし、うん、ちょっと HS 貯めながら様子見てみましょうか。だから向こうね、ポロロちょっとエミリアの HS がだいぶ強いんですよね。ザックはね、まあ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 ってとこなんですけど、別に弱くはないんだけどね。でももう本当にすっごい強いわけじゃないんで、どうしようかなってとこですよね。おっと、スタンかかっちゃいましたね。どうしようかな。ちょっとリリカ拾ってあげましょうか。あーダッシュ入れたけど、うーん厳しいか。ちょっとカウンター入れちゃいましょうか。それでこれでちょっと吹っ飛んでもらえれば、よしよしよし。あでも大ダメージ結構入るな。今半分くらい持ってったんじゃない？うんね、ポロロッチョの半分くらい持ってったよね、体力。いいねいいね。ただ今ちょっとガードが切れちゃう上に、そうカウンターも使っちゃったんで、エミリアのアバカンか、アバカンがだいぶ怖いですね。リリクがポータル踏んでくれてるんで、すごいありがたいところですけど、アバカンじゃない、危ない。よしよし、ポロロチョがね、もうエミリア溜まっちゃったんですけど、ポロロチョが一番厄介なんで、ポロロチョの HS だけは溜めさせないようにしていきましょうか。であとカノネ打ってきそうなんで、うん、一応武術家入れながら様子見ましょうか。あ、フル入れましたね。でも味方耐えたようです。よかったよかった。よし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 。じゃあ味方を回復させてあげて、でカウンターで、あれ誰もいない。抜け殻に飛んだぞ。まあでもポロロッチョ倒せたのはちょっと大きいですね。っていうのもポロロッチョが HS その間貯めることができないんで、残り25秒だいぶ優勢に立ち回ることができます。でも25秒なんで、もう武術家も入れちゃいましょう。武術家の効果時間がね25秒なんで、もうフルで入っちゃうのと一緒でございます。よし、じゃあ最後にここで HS 入れちゃいましょうか。よし、カウンター挟んで、よーし。で、HS 切って終わり。今ね、ザックが攻撃しに来てましたね。カウンター効いたんで、よかったよかった。はい、ではやっていきましょう。2戦目ということで、引き続きね、ジョパンに使っていこうと思います。やっぱりそのガード2枚と比べてどう違うかっていうと、やっぱそのクールタイムとかですよね。ガード2枚あれば、もうアバカンとかで全然受けないよっていうくらいのね、ガードね、効果あるんですけれども、うん、やっぱジョパンニだとそこら辺が甘いですよね。ただその代わりね、どんなダメージも 100% 無効化できるんで、そのルッチのオーセとかも合わせやすいですし、あとね後ろに飛んでワープできるんですけど、その時ね攻撃するんで、ちゃんとね妨害できるじゃないですか。なんだろう、吹っ飛ばしっていうんですかね、こう敵が転ぶじゃないですかね。やっぱそこを味方に拾ってくれるっていうのがね、やっぱガードと違っていい点ですよね。であともう一つ言うんであれば、そうガンナーの後ろに、ね、急に飛ぶとかねできるんで楽しいですよね。で誰が来てる誰が来てる、北陸か、あぶなぶな。オッケー、ナイスキルでございます。うーん、敵2人はもうリリカ踏んであってるし、あれはあげちゃいましょうか。お、スキルゲージ貯めますとのことですね。いいねいいね。で向こうポロロチョいるんで、そうイデアですね、気をつけていきましょう。
イデアだと殴ってくると思ったのに。ガード張っちゃいます。味方に引いていかないようにちゃんとねアバカを向けてあげましょう。でカノーネが来るんだよね。危な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 。いやコクリコ油断してたよ。危なかった。もう、ね、コクリコ来てるの考えないでガード張っちゃったから。危なかった危なかった。よしポロロチョやっちゃいましょうか。さあ、あポロロチョ来ないな。一陣が広がりきってないところどうしようかな。ちょっと一陣広げていきましょうか。味方がねマトイカ、うん、オミがやられたタイミングで C の方に武術家入れて向かいましょう。いやもう今行きましょうか。今行きましょうか。もうめっちゃ攻めてきてるんで。はいダウン取ろうとしたけど無理だった。ミクがびっくりしたってめっちゃ可愛い。よしよし、オッケーナイスキル。今カノーネ危なかったね。ちょっとオミがダメージ食らってるんで拾ってあげましょう。よし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 、十分かな、オッケーかな。よしよしよし、オッケーナイス火力でございます。あと最後一番怖いのはポロロッツの HS とコクリコの HS ですね。コクリコね、あの 足が遅くなっちゃう上にそのポロロッツの攻撃範囲っていうのまた広いんですよね。その組み合わせが一番怖いところですよね。気をつけていきましょう。まあ、残り40秒程度をねと乗り切る。あ、いやこれは大きいぞ、これは大きいぞ。コクリコが HS 吐いたタイミングでオミがね倒してくれたんで、これはだいぶ立ち回りやすくなりましたね。待って待って待って、どこ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 、え今固まったんだけど。固まったんだけど、なになになに、もうもう、え、でもサスペしなかっただけよかったよかった。じゃあもう C の方にね走っていってカウンター張ってガード張って回復張ってね、なんかやってきたらもう即刻 HS 切ろう。よしよし転んだ転んだ。OK ナイスキルでございます。じゃあ HS 切って終わりです。固まったんだけど怖い怖い。これ録画固まったんじゃないですからね、これ本当にゲーム画面固まってましたからね。ああ終わったかと思った。よしありがとうございました。本当にね、オミの HS でね、コクリコ倒せたってところが一番大きいですね。あれがね、コクリコのバフ、デバフを食らって足遅くなった状態で、うん、ポロロッチの HS を受けてたら多分ね、耐えられませんでしたね。まあ、ミクが HS 切ればそれでまあどうにか対処できたってところあるんですけれども、やっぱ味方がいないっていう状況になったんで危なかったですね。ありがとうございました。はい、ではやっていきましょう。3戦目でございますね。3連勝を目指してやっていきましょう。で、ネコミアとアダムということで、そうだね、結構火力型なんで、ミクでサポートしてあげましょう。アダムもね、フルカノなんで、転ばせてしまえばね、もう一発ポーンって入れてくれると思うんでね。楽しみにやっていきましょう。ね、向こうグサフいるんで、周囲攻撃警戒できましょう。ね、カウンター発動は早いけどね、やっぱあれだよね、難しいもんね、こう、とっさの対処ってグサフの、ね、周囲早いから。裏取り対処行きますって言われたけど、なんだろう今守るとき、そうだね。そうだね。なんだろう何の話してるかな。じゃあカウンター張っちゃいましょう。へい、すごい、転ばないんだけど、行って OKOK ナイス援護でございます。さあダッシュ入れる。待てごめん、なんか大丈夫かな、大丈夫じゃない、大丈夫じゃない、待て、絶対あのレム割るよ、あのレム割る、違う、レムじゃなかった。レズが割ってきたな。ちょっと待ってね、痛い、うわぁ周囲祭りなんだけど、嫌だよ。レムとネグスタンとレズが、もうカノーネだらけのスタンだらけの周囲攻撃だらけ、何あれ、過酷すぎるよ。まあこういう時こそね、うん、ちゃんとこうガードとねカウンターを使い分けましょうっていうことだよね。うん、頑張ろう、まあ、とりあえずねレムからでもやっていきましょう。よし、じゃあカウンター張って後ろに飛ぶ。はい、どすこーい、倒せん。これ大ダメージだよね、倒せない。じゃあ味方回復させてあげましょう。うん、向こうで全 HS 溜まってるんで、こっちもね HS 溜めていきたいところ。裏取り行きます。 OK ありがとうございます。じゃあ HS をね溜めたいんだよね。うん、レムダッシュで追い出したい。 OKOK もうちょっとで溜まる。グースタフなんで踏んでんの。
で試させて HS。 オッケー取った。よし、ナイスナイスダウンナイスダウンナイスダウン、オッケーやりーナイス。よし、じゃあ HS 切りましたね。じゃあ猫宮の盾になりましょうか。3人で猫宮盾にするっていう。オッケーナイス、ありがとうございます。いいねいいね。さあ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 、どう妨害していきましょうか。うん、全然顔出しませんね。じゃあ猫宮がこれ HS 切り終わったタイミングで突っ込んでくると思うんで、それに合わせて、うん、ジョッパンに入っちゃいましょう。うーん、誰も攻撃しない。ちょっと待って、割られた割られた割られた、絶対次周囲さんだよ、周囲さん。うえうえじゃないだろって。そう、裏大将行きましょうか。裏大将行ってきましょう。デズはね、HS 数の、HS ね、ポータル数の早いんで、うん、なるべく早い対処を心がけましょうか。うん。よしよしよし。じゃあ C で HS 切って終わり。HS 切って終わり。OK です。ありがとうございました。無事3連勝できましたね。うん。今回、その、ね、カウンターはあんまり使えなかったですね。っていうのも、その、カウンター張る前に周囲でボコられたっていう形にはなっちゃったんですけれども、うん。味方がね、すごい倒してくれたんで助かりました。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。これからもね、ミク使いたいよという方のために動画出していこうと思うんで、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あとね、コメントもね、お待ちしております。というわけで、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。